こんにちは。ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はスライスを解消する方法をご紹介したいと思います。アウトサイドイン軌道から降りてくるカットスライス、このカットスライスがなかなか治らない、そう悩んでいる方も多いと思います。私もレッスンをしていて、この上からボールに対して叩きつけるような軌道、カットスライスで打たれている方多く見てきましたけれども、まあ、長くねゴルフをされている方はなかなかこの癖が治らないということが多いです。で、このカットスライス、アウトサイドイン軌道のスライスが治らない一番の原因はやはりこの右腕なんですね。この右腕の使い方が問題になっているということが多いです。このように力を入れてボールに対して打ちに行こうという動きが入ってしまうので、まずこのダウンスイング初期で治らないということがあります。じゃあ単純にこのアウトサイドから降りてくるものをインサイドから下ろせばいいんじゃないかと思われると思うんですけれども、そう簡単にはいかないんですね。アウトサイドインにこのように打たれている方はこの肘の角度を保ったまま下ろしてボールに対してコンタクトする。そしてフォロースルーでもこのようにリリースをしないでそのままの形をキープしてこちらに振り抜きがちです。要するにクラブヘッドを走らせるという動きをしないで、フェースをどちらかというと少し開いたままカットに振っていくということで、左に出て右に曲がっていく球になるわけなんです。ここでクラブをリリースしてしまうと左に出て左に曲がってしまいますから、本能的にクラブをリリースしないように、このクラブをリリースしない動き、これをインサイドアウト軌道にしてしまうとどうなるか。このようにクラブが振り遅れてフェースが開いてしまいます。肘の角度がずっとキープされてこのように右脇腹につくような形になってインパクトをしてしまうと、フェースが開いてそして手元が先に行ってクラブが遅れた状態、振り遅れた状態になってしまうということです。そうすると今度は右に出て右に曲がってしまうボール、もしくはシャンクが出てしまうということになるんですね。ですからアウトサイドイン軌道の人をとにかくインサイドアウトに変えればいいんじゃないかと思って、ね、その軌道を一生懸命直してもすごくボールが散らばってしまう、今までよりも余計に悪くなってしまうということで、結局今までのアウトサイドイン軌道のスライスで我慢しようと思っている方も多いと思います。ですからこの軌道を変えるだけではなくて、クラブをリリースしていく動き、振り遅れない動きを行う必要があるということなんです。で、このアウトサイドイン軌道を解消してインサイドアウトにする、そしてそこからボールを捕まえていく方向をご紹介したいと思います。今回はこの右サイドを開放していくという動きになります。クラブヘッドを走らせていくということになるんですけれども、この時にこの肘ですね、肘をできるだけ伸ばしてあげるということを意識してみてください。アウトサイドイン軌道で打たれている方はこの肘の角度をキープしたままダウンスイングを行いがちなんですけれども、インサイドアウトに振るときにこのように肘の角度をキープして体に引きつけてしまうと振り遅れてしまいます。ですからこの角度を極力解放してあげる、インパクトの時にはしっかり伸びている状態にしてあげるということ、これを気をつけてください。そのために左手でこの肘を押さえて徐々に徐々にこう伸ばしていく、そしてフォロースルーではしっかりと右腕が伸びた状態で振り抜いていくということを行ってみてください。このようにトップからダウンスイングで左手でこのように右腕の角度ですね、肘の角度を少しずつ解放してあげて、そしてインパクトではまっすぐになる、このようにアシストをしてください。そうすることでクラブヘッドが走る動き、クラブがリリースされる動きが出てきます。まずは片手の素振りから始めて実際に片手でボールを打っていただいてもいいと思います。徐々にレベルアップをしていただくといいと思います。
アウトサイドイン軌道を直すときには軌道を変えるだけではなく、クラブのリリース、フェースをしっかりとスクエアに戻していくということをセットで行う必要があります。今までのように右腕に力が入った状態ではなく、しっかりとリリースをしてリラックスした状態でボールを打てるように取り組んでいただきたいと思います。